おはようございます。本日はフォアハンドストローク回転のかけ方いきますんで、で、まあ、回転かけるのにまずはですね、やっちゃいけないこと、やっちゃいけない、かけようと思ってラケットをこう下げると、向こう打つとして下げるっていうね、まあ、手首からこう下げるっていうこの動作はスイングの中でもあんまり意識しない方がいいし、構えの状態で一回下げるっていうこれもあんまりしない方がいいですね。だいたい力が入りづらくなっちゃうのと下向きが作れなくなっちゃうので、ちょっとね上に逃げるんですよね。面が上に逃げちゃうと、すると、まあ、面が上向きや軌道が上に行って回転もかからないってなってきますので、もうとにかく手首はねこのまっすぐな状態で固定です。でもう一点はねやっちゃいけないっていう、あんまやらない方がいいんじゃないかなっていうのがですね、こうねこう遅らせるっていう、こう遅らせてバッて打つ、これもちろんこのテイクバックした時に遅らせてもダメだし、スイングし始めでぐっと意図的に遅らせるっていうのもこれもねあんまりやらない方がいいです。まあ、上手くなりゃ自然とそうなってくるんですけど、基本的には遅れりゃ遅れるほど面は上になってきますので、これが意図的になるとね余計そこら辺の苦しさが出てきますんで、で意図的にやると戻すっていう時にこの動きっていうのがやっぱり強くなってきて手首にもあんま良くないと、なのでその2点はあんまりやらない方がいいかなと思います。でどうやるのかっていうところなんですけど、こう構えた時にですね、まあ、前もこう後ろ向かせましょうって、ね、下向きなんですけど、まあ、もっと行くとねもっとあれだともうこう、ね、後ろ向けちゃいましょうって、でこの後ろ向きっていうのが入ってくると非常に回転スピンがかかる手首の動きになってきますので、これ後ろこの親指が内側になるようにちょっとキープですね。でこの形をキープしてずっとスイングしてあげる。それをやるときに右手でああだこうだってやろうとすると、だいたいここでちょっといろいろやろうとするとですね、ここね固定させようとしちゃうんですよね。これ無意識にここ固定させようとしちゃって脇が締まって、で脇が締まるとだいたい腕の自由がなくなってちょっと面が上向いてとかってなってくるので、このねこの後ろ向きを作るのは左手です。左手こう構えていてテイクバックで体の横にラケットセットする際に親指でねちょっとねじってあげる、この親指でちょっとこうねじってあげるようなのが入ってくると非常に右手で何か操作してる感もなく自然と面の向きが後ろに行ってさらに左手もしっかりとテイクバックされるので、横向きが自然とできると、まあ、いいことづくめですので、なのでこの流れの中ちょっとこう入れてあげる、ここまで来てグッと変えてとかっていう段階的なことではなくて、この流れの中で最後ちょっと入れてあげるって、そんなような感じがあるといいかなと。ちょっとお願いします。これがこうねじらないのと、こうねじるのと、で左手のところに最後ラケットがこういう形で来るようにしましょうっていうのを前言ったと思いますけど、そうすると早めにラケット返さないといけなくなるんで先端が回ってる時に当たりますよ。でその際に左手っていうのはこうずっと
ちょっと長めに持っておいてあげて、まあ一緒にこう回ってくるような感じがあると、すごく体全体使えて打ちやすくなるんですけど、こうね、左手がそのままね、ここに来ちゃうとですね、こう打ってきて、ここに来ちゃうと、まあね、ラケットもやっぱりちょっと近いとこ通りがちになるので、左手は少しね、こう離してあげる感じがあるといいですね。こう離してあげる。こう来るんじゃなくて、こう離してあげる。すると右手の動きも結構大きくなるので、小さくなるに従って手首のこのややこしい動きが出てくるんですけど、大きくしてあげると手首もね、大き、まあ、腕全体が大きく動くので、無理なく触れるようになってきますので、なので左手をねじる。で、ラケット最後持つ時にはちょっとこう開いてあげる。開いてあげて腕が遠くに行くようにしてあげる。まあこの2点やってあげるといいかなと。で、あとはですね、右手はこう下向きなわけですね。右手下向き。右手下向きだとですね、左手は上向きの方が体としてはすごく自然。自然。な、最後左手は上向きにしてあげて、ラケットをキャッチしてあげるって、そんなような感じがあるといいかなと。まあ、そのあたり試されるといいかなと思います。はい、じゃあ今日以上になります。